400m 競走決勝です。この種目県高校記録は46秒46、大会記録は47秒89です。それでは決勝に使用します8名の選手の紹介をします。第1レーン田村優君三国、第2レーン上野浩二君北陸、第3レーン久松寛太君若狭、第4レーン若狭相馬君鯖江、第5レーン坂東夢人君駿河、第6レーン内倉大輝君福井商業、第7レーン朝日武人君明日は、第8レーン畑下優斗君明日は。以上の8名によりまして男子 400m 競走決勝です。1着でゴールしましたのは第4レーン若狭君鯖江、50秒17でした。